ももクロ福袋2023開封。切ったんだ。去年やったねももクロ福袋が今年も2023年版で発売されたので今年も買っちゃいました。もう見たいっしょ。私も見たいの。もう頑張って中身見ないように我慢したんだから。ということで、それでは早速いってみよう。毎年恒例のももクロちゃん福袋なんですが、これも去年とかね例年同様に、今回も5種類展開で、箱推しとメンバー4人分のグッズがごちゃ混ぜに入っている箱推しの福袋が1種類。その他にメンバー別の推し袋がメンバー4人分で4種類。計5種類が発売されました。箱推しの方が1個5000円で2万円以上のグッズが必ず入りますっていうやつで、大当たりだと5万円以上のグッズが入ります。メンバー別の推し袋が1個4500円で、こっちにはね1万5000円以上が必ず入ります。で、大当たりだと3万円以上のグッズが入ってるんだって。でね、私もなんか去年ね、買ってみて、ちょっとなかなか良かったんで、どうしよう、今年どうしようかなと思って悩んでたんだけど、去年ね、メンバー別推し袋でアーリンの福袋を買ってみたので、今年はその比較ができればいいなと思って、今年もアーリンの福袋を買ってみました。で、サイズなんですけど、それはね、全種類統一で、S、M または L、XL、XXL のどちらかから選べる感じで、私は S、M の方を選んでます。はい、じゃあもうね、いろいろ言ってもしょうがないんで、早速開けちゃいたいと思います。今回私の元に届いた箱がこちらです。おー、なかなか良いんじゃない？良きじゃない？去年もうちょっとさ、ちっちゃかったイメージなんだけど、違う？なんかもうちょっとこうさ、コンパクトだった感じがするのよね。私のこの身幅よりももうちょっとちっちゃいかどうかくらいの。もうこの時点で結構大きいグッズが少なからず入ってるんじゃないかなっていう予想ね、予想は立てられるんですけど、何が入ってるんでしょうか。さあ、それじゃあ一個ずつやっていきまーす。アーリン推し袋1点目はこちら。じゃーん、祝典ペンライト。おー、祝典ペンラ来た。あれ、みんなさ、これなんか祝典のツアー行った方がさ、こうオレンジに変えたりとかさ、なんかみんなでねライブ作り上げる時に必要だったペンライトですね。例のあれが来た。おー、早速これは箱グッズですね。ペンラ入ってるんだ今年。いいな。去年はペンラなかったよね。よいしょ、こんな感じです。おー、なかなかいい。やっぱももクロちゃんのグッズで実物の方がいいのは何なんだろうね。これで、ここにももクロちゃんのロゴ入りです。シンプルなデザインが可愛い。うわー、可愛い。可愛い。いい感じ。これもギガライトみたいな使い方できる。はい、ということで1点目は祝典のペンラでした。やっぱり祝典グッズは入るのね。続いてはこちら。これはアーリンのガチャガチャですね。あやか年賞2022ガチャガチャ4個セット。よし、あとは問題は中身だけだ。あの、あやかネーション私2020に行ってまして、その時のガチャガチャなんですけど、あのガチャガチャ結構とその日回してて、持ってないのも実はまだあるので、ここで持ってないのが来たらマジで嬉しい。1個目はこちら。これは持ってないかな。あれ持ってたかな。ちょ、何を持ってて持ってなかったかちょっと思い出せないんですけど、はい、これのね、ピンクみたいな、白みたいなやつは持ってたと思います。黒も持ってた気はしないでもない。はい、でもまあこういうのは何個あってもいいですから、汚れちゃいますんでね、つけてたら。ガチャガチャ2個目は、あ、これシールだ。アーリンの青色のシールでーす。これは持ってる、私。持ってる、持ってる。まあシールも何本でもあってもいいですから。はい、ベタベタ貼りますから。あればあるだけね。もったいなくてさ、シールとかって貼れないからさ、結構いっぱい欲しいよね。はい、じゃあガチャガチャ3個目。来たかも。うわー、来た、アクスタ。しかも持ってないアクスタです。私、プリンセスアーリンと
プリンセスアーリンと白のアーリンは持ってたと思うんですけど、その今度は黒のね、アーちゃんバージョンです。マジか、しかも持ってないときた、やったー、かわいい、かわかっこいいわ。ちょっとレディーキャット味ある感じの雰囲気、かわいい。よしよしよし、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。4つ目がこちら。あ、これも持ってない。これは缶バッジですね。青のアーちゃんの缶バッジ、これも持ってない私。かわいい、はい、でした。ガチャガチャめっちゃあれだね、バランスよく入れてくださってて嬉しいですね。これそう、なんかさ、普通にガチャ回すとさ、すごいシールばっかりとかさ、ブレスレットばっかりとかなってさ、全然あのアクストとか出なかったりとかする時もあるけど、こうやってバランスよく入ってくれたのが嬉しい。続いて3点目はこちら、ももクロちゃんの祝典ツアーの時の記念シールですね。ご当地ステッカー5月12&13大阪府フェスティバルホールの時のシールみたいです。おー、大阪の時のなんだ。あ、これ毎回各地でシールの柄と違かったんだっけ。ほうほうほう、大阪の皆さん当たりましたよ。嬉しい。結構祝典目は多いのかな今年。どうなんだろう。続いて4点目。あ、そろそろ大物が来そうだ。よっしゃ。お、持ってないです。ももクロ春の一大事2022三町合同大会ジャージー。わー、ジャージ来た。これは、M サイズだ。 M サイズの方が来ました。お、そこそこなんかちょっとサイズ大きめな感じがパッと見するんだけど、どうなんでしょう。かわいい。これさ、なんかあの公式かなんか、ナタリーさんかなんかのさ写真でさ、あーちゃんがさ着てる写真があったのよ。なんかポニーテールかなんかして、その写真がめっちゃ可愛くてさ、このジャージ地味になんか欲しくなっちゃったんだよね。パーカーオンジャージになってしまった。はい、ということで着てみました。こんな感じ。やっぱちょっとオーバーサイズだわ。 M だけどかなり長い。こっちのパーカー、中に着てるパーカーの方が裾短いもん。この手の部分、この部分ぐらい結構大きめに作られてるやつですね。だから後ろがこのロゴがいっぱいついててさ、これも可愛い。これはあれだよね、浪江町とか福島、宮城、福島かの町のあれなんですよね。へえ、いい。ジャージはちょっと私初かも。今まで持ってない系のやつですね。かわいい。続いて5点目。次はこちら。じゃん。これは13周年記念コンサートの時の T シャツです。こっちは、これは S サイズが来ました。S サイズだけど、これもちょっと大きそうな気がしないでもない。はい、着てみた。こんな感じ。なんか結構このお顔のイラストのプリントがかなりダーンってなってるから、ちょっとねみんなが見てると大きく見えるかもしれないんだけど、 S サイズの割にね。なんだけどこの着るときちょっとこの首元がすごい縮まってて、私頭サイズ結構ギリギリだったやだなと思って、私の頭が大きくなっちゃったのかしらと思ったんだけど、多分他のね私が持ってるこの半袖 T シャツ何回か着て洗ってってやるとさ、ちょっと縮んでくじゃん。だからそれできつくなってったりはするんだけど、最初からここまできついのはねちょっと初かもしれない。結構きつめだから、あの頭がちょっと心配今後でもまあ着てみるとこんな感じで、この上の感じとか横の感じとかは全然平気。本当に頭だけ心配って感じです。はい、でなんかこのアーリンが好き系なサラサラ生地系の T シャツになってるので着心地はかなりいいです。もうちょっと頭怖いからこのままいくねはい、続いて、あ、なんかいっぱい入ってた、いっぱい入ってるぞ。ちょっと順番に見せてきますね。あ、来た。これはですね、春江商店の今年はボールペンだ。ボールペンでーす。そう、去年は手拭いみたいな感じだったんですけど、これはね、福袋を買った人に絶対ついてくるなんか記念品っていうか、なんか
おまけみたいな感じでついてくるやつです。え、ボールペンめっちゃ嬉しいな。今ね、私ね、ボールペン使う機会が意外と多くてですね、ボールペンどっか行っちゃうんだよね。この前もね、1個なくしてどっか行っちゃうんですよ。あ、しかもね、めっちゃ嬉しいのがあるのがね、これ赤色、青色、これがね、黒の1センチ1.0ミリの1センチ分の黒と 0.7 ミリの黒。な、どうした？すごい実用性すごいんだけど。ありがとうございます。あの、鼻の下には挟みにくいくらいちょっとしっかりした系のボールペンです。はい、次がこちら。こちらはエアカネーション2022のペンライト。これ私諦めたのよ、にょこれ私諦めたの、アヤカネーションの時。めっちゃ可愛いと思って。確かプリンセスペンライトという名前だった気がするんですけど、なんかライブ当日もさ、やっぱり購入して持ってる人いて、あの会場内でね、買えばよかったとかって思いながらいたやつです。やばい、なんかさ、昔私プリキュアね、二人はプリキュアから見てたんですけど、なんかそのさ、プリキュアのさ、いつかの武器でいたような感じのやつじゃない？わかる？この周りのこのキニューンみたいななってるやつとさ、このデコボコの感じが、いつぞやのプリキュアの武器にあったやつっていうな気がする。ちょっと似てる。ちょっとテンション上がりますね、こういうの。はい、ということでこれもちょっと使ってみます。これはアーリンのね、ペンダだからピンク色に光るみたいです。おー、ついた。ちょっと今明るいので分かりにくいと思うんですが、こんな感じで光ります。でーでーアーリンアーリンでーでーアーリンアーリンっていう感じで、かわいい。この光った時のこの反射する感じもめちゃめちゃキラキラしててかわいいです。こういうペンライトって嬉しいよね。お家で飾っておけるしね。やばい、テンション上がってめっちゃ熱くなってきた。はい、じゃあ次、まだこの中に入ってんのよ。次はアジラン桃色クローバー Z 祝典ツアーアクリルキーホルダー。これはランダム商品だった気がします。どこが出るかな。じゃん、あら、あれ、この子知ってる、どっかで見た。なんだっけ、栃木県、あ、佐野市、佐野ブランドキャラクター佐野丸でした。え、この子好きよ私、佐野丸ちゃんくん。え、しかもみんなでさ、この佐野ラーメンのさ、この丼とか被ってたりとか食べてたりとかしてるの可愛い。これ結構他の人もね、なんか入ってた気がする。 SNS で見たの、ツイッターで。なんかみんなどんなの届いてるのかなと思って気になって見てみたんですけど、結構これ入ってる方いましたね。これランダム系のやつね。あ、これ佐野丸さ、これあれか、この腰の部分になんかぶっ刺さってんだけどさ、これここの佐野丸のこの部分、これあれだ、アーリンがさ、ライブの時にさ、なんかすっごいでっかいのなんか持ってたじゃん、それだ。これ味噌カツ、串カツみたいな、この子か、佐野丸。あー、だから印象強いんだ。はい、次、13周年記念ラバーキーホルダー佐々木彩香。これも13周年の時のこのあれと同じですね。あ、というかイラストも同じですね。全く同じイラストの今度はキーホルダーバージョンです。じゃあさっきの佐野丸と一緒にこうやって一緒にこうやってくっついてプラプラさせようかな。かわいい。もう何点面か、何点面か、何点面か、何点目、何点目かちょっとわからなくなっちゃったんですけど、結構今の時点で去年の品数を超えている気がするのは私だけ？絶対気のせいじゃないと思う。だってもう結構私の目の前にグッズあるんだけど、まだちょっとありそうなんで。はい、次がこちら。うわー、これもエアカネーション2022のグッズです。これはトートバッグですね。これも欲しかったやつの一つ。もうね、これとこれを購入しようかどうか結構競って悩んでたやつです。だけどね、他のやつにその時はね我慢して回しちゃったので購入できなかった系のやつが揃いました。これ可愛いんだよ。でもなんか思ったより大きかったかも。ほら、こんなにサイズあるの、めっちゃ大きい。そっか、嘘、そういうこと？
だとしたらめちゃめちゃアーリンすごい真剣に考えてくれてさ、マジでファン思いじゃない？怖いな、なんか。いきますよ。よいしょ。わー入ったわ。うわー、これさ絶対さ、あやかねーしょの時に買っとかなきゃいけなかった系のグッズじゃん。あーやった私これさ。うちは買ったはいいんだけどさ、どうやって持ってこうとかって思ってたのよ。これで持ってきてほしかったんだ。あー、で中にポケット2個もついてて、いやーマジ女心わかりすぎや。あれこれでディズニー行くのもいいな。私結構荷物多い系なんですよ。一眼とかいろいろ持ってくので。はい、じゃあ次行きまーす。次がこちら、ももくり2021ポケット付きマフラータオルピンク。こんなのも入ってました。マフラータオル。マフラータオルも去年の福袋には入ってなかったので、私初めましてですね、福袋で来るのは。こんな感じで、ちょっとマフラータオルにしてはいつもよりも長めのサイズのタオルですね。このベアダーとかのキャラたちがいて、でアーリンがねここにいます。こうやってマフラーみたいにこんな感じでこうやって巻くこともできるし、これがちょっと手袋代わりにもなっちゃうっていう、このポッケ部分がっていう便利グッズだと思います。おお、なかなかいい。これはさ、荷物がさやっぱ多くなりがちなんですよ。なんかなんだかんだね、なんかあれも必要かもこれも必要かもみたいな感じで荷物がどんどんガサバっちゃう時とかに1個荷物を減らせる便利グッズですね。はい、じゃあ次がまだあるな。まだある。いきます。次はこれ、はい、ということで次はビニールバッグです。いやさ、なんか昔私がちょうどももクロのことをももクロ入りし始めたの、封入りし始めたぐらいの頃にもビニバってあって、毎回ライブで売ってたグッズの一つだったんですよね。でも最近なんかあんま姿見ないなって思ったんですけど、ももクリ2021の時のビニールバッグです。かわいい。これは箱推しのあれと同じ柄ですね。このビニバがね、めっちゃ便利なのよ。なんかライブ行くときに自分のバッグもちろん持ってくんだけどさ、物販買うと、なんか袋に入るわけではなくて、そのままグッズがね、もろでバーって来るのよ。で、それをどこに入れようってなったときに出てくるのがこのビニバ。めっちゃ便利。もう全部ぶっ込めばいいのに、とりあえず。でも、使っていけば使っていくほどボロボロになってくのね。で最近発売がなかったからさ、ビニバの。もううちのビニバもね、ボロボロなんですけど、未だに大切に持ってます。そのぐらい大事、これ。なので今後も公式さん、このビニバシリーズ、また復活して出してほしいなって、私は内心思ってます。はい。次が最後だね。やっと来ました。最後です。じゃーん。あははこれです。これ私がこの前のももクロちゃんグッズセールで買った副店バッグ。つい本当1ヶ月前とか2ヶ月前とかに買ったばっかりなんですけど、ダメっちゃいました。これだけね、他にもね、こうももクロ関連のやつでこういう系の生地のバッグ持ってて、やっぱね、日常使いとかしてるとね、どんどんね、なんかこう糸の部分とかがほつれてきたりとかするので、これはいくらあっても嬉しいやつ。なんなら使い、なんか日常使いしやすくなるので、ありがたい。はい、こんな感じですね。まあ、詳しい紹介は、前回のももクロ動画でしてるので、まあいいかな。はい、ということで、これで福袋終了でございまーす。はい、ということで今回の福袋の中身はこんな感じでした。全部で 1,2,3,4,5,6,12,13、 全部で13個入ってました。しかも13個って言ってるけど、これなんて4つで1個っていう考え方なんで、まあ1個1個分解すればプラス3個なんで、今16個入ってるみたいな感じもしますね。はい、という感じでここからが
言うならば本番ですね。この福袋の中に最終的にいくら入っていたのか、ちょっとね、意地汚い感じをするんですけれども、まあ、これがあの福袋の一つの楽しみだということで、私は遠慮なくお値段を洗い出して、全てのグッズの金額を洗い出して、これから計算していきたいと思います。これ7000円もすんの？出ました！今年の私の福袋の合計金額は36,000円でした。ということで、課題終わってるです。やったー、大当たりでした。めっちゃ嬉しい。36,000円も入ってたらしいです。嬉しい。マジか、去年の自分を打ち破った気分です。ありがとうございます。なんかさ、結構もうツイッター見てた時点でさ、大当たり出てた人でなんか何人もいたの。だからさ、私のところにはもう回ってこないかなとかって思ったんですけど、まさかまさかの大当たりでした。っていうか、一個思ったのが、大当たりを引き当てたらこの箱一箱だけでもうあのほぼ全身コーディネートが揃ってしまうんだなっていうことを改めて学びました。だってペンライト、まずね、これペンライトはまあ必需品と言っても過言ではないんですけど、これがまず2本も今年の場合は入ってたっていうのと、自分の身なり、この T シャツもだし、その上からまた上着みたいな、でマフラートールもあったし、バッグが2個と、なんならビニールバッグもついてる。すごい、なんかすげえ、これ4500円よ。なんならこのさ、ジャージでもう7000円なんで、これでもう元取っちゃってるっていう、なんかもう超破格。まあ、ただね、なんかやっぱり1個注意点で思ったのは、あのこの福袋が発売される前にももクロちゃんのグッズのセールがあったんですよ。そのセールをいっぱい買われた方は破ってしまったものとかもあるみたいで、私も今回この祝典のバッグはそのセールで購入したものとダブっていたので、そういうのはちょっとね、あるかなと思います。だからセールは安いからって言ってなんかいっぱい買うんじゃなくて、絶対に欲しかったものだけピックアップして買ってって、あとは福袋にかけるとかっていうのもあるだと思うし、逆にセールに手をつけずに4500円パンって出して、自分の推しの子ねのやつで4500円パンって出して、あとはもう運任せ、自分が欲しいものが来るかどうかわからないけれども、まあたまたまこういう大当たりに当たっちゃうとすごいことになりますっていうのが、あの分かっていただけたんじゃないかなって思います。やっぱりなんかこのツイッター見てる中でも、購入された方の結果とか画像を見て、あ、買えばよかったみたいな、やっぱ買っといた方がよかったなとか、今年もやっぱいいなとかっていう声がすごい多かったの。買って後悔より買わない後悔の方が、やっぱりこのももクロちゃん福袋毎年そうなんですけど大きいかなって思います。結果的に使えるものが何かしら入ったりとか、ダブっても嬉しいものが入ってたりとかするので、私はね、これ来年ももしあったらまた再チャレンジしたいなって思っちゃいます。ぜひね、来年も、まあ、多分あると思うので、これを参考に福袋チャレンジしてみてください。今回の動画を見て、まあ当たりや外れはあるけれど、物の筆良かったなーって思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。